そうしたのに。来る仲間の名前とスタンド能力を答えねえっつーんならよ、もう片方の目の心配もしていた方がいいなあ、ズッケーロさんよ。自分を知れ。そんな美味しい話があると思うのか、お前のような人間に。なんてひどい野郎。ダム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 
な、何を話しているんだとお前。私は常に心の平穏を願って生きてる人間ということを説明しているのだよ。勝ち負けにこだわったり、頭を抱えるようなトラブルとか、夜も眠れないといった敵を作らないというのが私の社会に対する姿勢であり、それが自分の幸福だということを知っている。もっとも、戦ったとしても私は誰にも負けんがね。つまりシゲチー君、君は私の睡眠を妨げるトラブルであり、敵というわけさ。これが!キラークイーンと私はこいつを名付けて呼んでいる。君を始末させてもらう。今夜もぐっすり眠れるようにね。今の奴らの生命にしがみつく必死の競争。よーし、よし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 ヘイベイビー、そんな不安定なところで戦う気か。降りてこい。これは試練だ。過去に打ち勝てという試練と俺は受け取った。人の成長は未熟な過去に打ち勝つことだとな。え、お前もそうだろ、ジャンピエール・ポルナレフ。貴様はディアボロ。次はジョータロー。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。せっかく祖父のジョセフが私のザワールドの正体を、試験終了チャイム直前まで問題を解いている受験生のような必死こいた気分で教えてくれたというのに。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな。ほうほう、では十分近づくがよい。呪い呪い、ザワールドは最強のスタンドだ。時間を止めずともスピードとパワーとて、お前のスタープラチナより上なのだ。俺のスタープラチナと同じタイプのスタンドだな。遠距離へはいけないが、パワーと精密な動きができる。貴様よりどのぐらいザワールドのスタンドパワーが強いかちょいと試してみたかった。ま、試すほどでもなかったようだが。試すっていうのは傷にもならない、撫でるだけのことを言うのか。2万円の下ズボンが破れたがよ。どうしてジョースター家というのはこう負けず嫌いなのだ。はあ、くだらん挑発に乗ってやって、もうちょっとだけ試してやるか。ハヤト、クラエディオ、半径20メートル、エメラルドスプラッシュを。間抜けな、知るがいい。ザ・ワールドの真の能力はまさに世界を支配する能力だということを。出してみろディオ、スタンド。
ザ・ワールド。カケオイン、いきなり吹っ飛ばされている。バカな、カケオイン。じゃあ逃げるんだよ。何をやったってしくじるもんなのさ、ゲス野郎はな。アリーベデルチ。ここは敵地、どこかにワムーとカーズが潜んでいる。しかし二人は感情を抑えきれなかった。ジョジョは叫んだ、シーザーの名を。リサリサは流した悲しみの涙を。けれどもシーザーの名を呼んでも帰ってくるのは残酷な静寂だけ。シーザーは死んだのだ。ジョジョとリサリサは静寂によってこの事実を実感した。その身尽きてもその魂は死なず、シーザー・ツェペリンここに眠る。許してください。許しはてめえが殺したエンヤバーに来いな。俺たちは初めっからてめえを許す気はないのさ。ディオから前金をもらっている。それをやるよ。やれやれ、てめえ正真正銘の史上最低な男だぜ。てめえのつけば金では払えねえぜ。収拾だぜ。よっアンジェロ。え、あれ、ねえ、こんな岩あったっけ。ああ、最初はこんな風じゃなかったけどな。最初、うん、まあいいか。よっアンジェロ。の速さ比べか。ダムダムダム。
やったぞ、発動したぞ。しないけど、かしな大丈夫だ、お風呂に。大意味でボトル。お前は私もうスタンドね。大意味のボトルがサンゾタイムは東京止まれ。偵察運そうで好きじゃないですよ。最高にスタンドな。フェイ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 。お？本当にフィストなストップミー。何か。バカな、僕のサイバネティックはどこですか。お前はオルタネタイムラインの美容家。今日はヘンリー殺されません。ヘンリーは突破と許せありません。お前はよろしくない。バカ者が。本当にスタンドはサイバネティックですよ。私は起きなさい。僕にはサンゾタイムが閉まったには東京を止まって今死ね。早い。なんだこの速さは。よく見たら、やれやれ、趣味の悪い時計だったな。だがそんなこともう気にする必要はないか。もっと趣味が悪くなるんだからな。顔面の形の方が。なんだこいつのスタンドは。時間でも止められたみたいに早すぎる。オーラースキブルバッダハグラー。